今回は、カローラクロスと CX30 こちら比較してみてやっていきたいと思います。まあサイズ、最小回転半径、燃費、外装、内装、運転支援、安全装備、ナビとかメーターとか、あと快適装備と納期ということで早速やっていきましょう。まあまずサイズはこんな感じになっていると。まあカローラクロスの方がちょっと結構でかいですね。で、CX30 の僕何がいいって、ここ車高ですよね。これ155センチ以下に抑えられてると。これライバルのクロストレックと比較した動画もあるんで、ぜひ見ていただきたいんですけど、クロストレック微妙に超えてるんですよ。だから、もうそれだけで僕の中での評価が低いわけで、あれは。個人的にだから CX30 をクロストレックより押してる理由は、ここの車高が要は155センチ以下のマンションの立体パレットにも入るようになってると。この辺は CX30 のメリットだなと思います。あとね、ビッグカメラとかの駐車場でもあったんすよ。155センチまでしか入れませんよって書いてあった駐車場があって、この辺もだから CX30 だったら入るけど、クロストレックはダメっていうところです。あと軽いんだこれ。この前クロストレックの AWD 1600何十キロとかあったから、この辺もだから CX30 の方が軽いんだって。多分エンジン自体も2リッターでマイルドハイブリッドもついたから同じなんで、まあ、この辺を考えると、まあ CX30 とクロストレックで比較しても30をしてたっていう自分はいるんだけど、まあカローラクロスと比べてると若干カロクロの方が軽いと。ハイブリッドですからこっちの方が、うん、まあこの辺は、これディーゼルだったらもうちょっと重いのかな。ちょっと間違ってここだけマイルドハイブリッドの重量にしちゃったんですけど、ディーゼルだったらどうなんですかね。ちょっとまたそれはどうしよう。うん、まあいいや、もう取っちゃったもんはしょうがない。で、最小回転半径、カロクロが 5.2 で CX30 は 5.3m だから TNGA いいんだな。やっぱこの辺の小回りとかの旋回性能にはやっぱ TNGA よく効くんだなって話ですよね。ノアボクとかもやっぱライバルに比べて効くようになってるし、あれ、まあ、ステッパーゴンがね、一番実は効くんですけど、5.4m なんで。あれ確かね、小回りが効くグレードって何もつかないみたいな、安全装備とかがつかなかったりするんで、アダプティブハイビームとか、BSM とかね、あの辺がつかないんで、まあ、結論的には 5.7 しかないみたいな状態ですけど、まあ、やっぱトヨタの小回りの効きやすさは改めてすごいなって思いますね。まあ、5.3m なんで、まあ、CX30 も頑張ってると。クロストレックのね、確かどんぐらいだったか覚えてないですけど、うん、確かベゼルがね、結構でかかったんですよね、あれ割に。サイズの割に結構小回りが効かなかったんで、まあ、この辺はね、CX30 とか、確かカロクロの方がいい点ですよね。じゃあ燃費ですよね。今回は、あの燃費だけ、あのディーゼルのやつ持ってきちゃいました。ごめんなさいということで、カローラクロスが 26.4 で、CX30 が19キロというところで、まあ、ディーゼルですから、軽油だから、まあ、燃料代はほぼ同じぐらいじゃないかなっていう。まあ、あと、高速道路走る比率が多い人、新東名の120キロ区間走るってなったら、まあ、ディーゼルの方が有利なのはね、まあ、わかるかなと思います。特にやばいのが日産の e パワーですよね。僕、エクストレイルの不満って動画をね、以前、まあ、あれも結構前ですけど、8月、9月ぐらいかな、あれあげたの。燃費が悪いっていうね。まあ、日産の e パワーあんま燃費良くないっていう話をして、新東名の120キロ区間ではやっぱハイブリッドはどれも燃費落ちる中で、やっぱ一番落ちるのは日産なんですよ。エクストレイルが一番やっぱひどいと言われてる。ZR-V とかでも、とかプリウスとかも、ま、落ちるには落ちるんですよ。うん。レクサスの RX とかでもね、120キロ区間走ってると。あとは、まあ、ハイブリッドだと、アウトランダーとかも当然落ちるわけで。まあ、そんな中で、まあ、カローラクロスとか、もうまあ、落ちるわけだけど、多分、CX30 だったらそんなに落ちないんじゃないかなっていう。やっぱ、この辺はディーゼルのね、あの、高速燃費はめちゃくちゃいいんで、そういう意味では CX30 とか60とか、あの辺の方がいいなって思うポイントですね。だから高速走行する人からする、いっぱい走る、する人は、ディーゼル車の方が多分ハイブリッドより経済性的にも、経済的にも環境的にもいいような気はする。うん。だからディーゼルのハイブリッド個人的に出てほしいなっていうのはずっと言ってるんですよ。だからディーゼルの弱い一般道をモーターでアシストして、ディーゼル PHEV とか、ね、まあ高くなりそうだけど、高くなりそうだけど、なんとかディーゼル PHEV とか出たら、まあ普段は EV で走って、あの高速道路はディーゼルで走るってできれば、それが一番燃費的にはいいなって思ってるんで、まあこの辺とかはね、どうなんでしょうって話ですけど、まあ多分一般道走ったらカロクロの方が強いのは当然で、高速走ったら CX30 頑張ると思う。この辺はやっぱ改めてディーゼルすげえってなる。
じゃあ外装の評価、これは CX30 ですね。まあいつものね、透過類の評価なんで、個人的にやっぱね、リアウィンカー豆球なの気になるなって思うんですよ。これね、スバルも結構リアウィンカー豆球なんですね。確か全部自社生産の車っていうか、だからソルテラだけ確か LED だった気がするけど、あれはトヨタなんで、まあないことにしといて、スバルの中だとそうね、全部豆球かな。クロストレックからアウトバックまで、うん、ところもあるし、トヨタも意外と豆球使ってる車多いのよ。多いよね。うん、マツダは結構その点はもう CX5 とかも年次改良で LED になったりとかしてるんで、ウィンカーがね。あの辺はやっぱカローラクロスはじめ他のメーカーの車に比べていい点ですよね。エクストレイルとかもね、リアウィンカー、バックランプ、ナンバー等豆球なんで。だからこんだけ LED にしてるのって、まあホンダもそうか。まあベゼルが確かリアウィンカーが豆球でナンバー等は LED だったりするけど、フィットが確かフル LED だった気がする。うん。NBOX はフル LED なんで、今新型になって、ナンバー等まで LED になったんで、うん、その辺はね、ちょっと、ホンダとかマツダはその辺進んでますよね。逆になんか日産とかね、あの豆球使ってる場合って思うもん。レクサスでも IS でも結構豆なんで、あれリアウィンカー豆だったんで、残念ポイントとしてね。まあこの辺も、やっぱマツダの方がいいなって思うポイントですよね。マツダいいよね。LED だから。うん。で、内装の評価。これも CX30 かな。まあ、理由はちょっとカローラクロスね、内装色が地味なんです。ルームランプのタグはもう結構 LED になってたり、バニティミラーの照明も LED になってたりして、その辺はすごい評価高いんだけど、トヨタのね、あんまりよろしくないところでね、あの、質感はいいけど、内装が地味に見えちゃうっていうところ。まあ、これはね、ライバルのメーカーさんに比べ、特にマツダがね、すごいその辺の質感演出は上手くて、あの明るい内装とかあるんで、なんかもうちょっと差し色とかトヨタね、やるべきだと思う。これ結構ね、そう、クラウンクロスオーバーとかプリウスとか、レクサス RZ でね、まあ、何回もこの話してるからあれだと思うけど、結構叩かれちゃったやつなんで、まあ、この辺とかはちょっともうちょっと頑張ってほしいなって、トヨタさんも内装はもう一提案ぐらいあってもいいのかなっていう。じゃあ運転支援安全装備、これもね、カローラクロスになっちゃうと。まあ、トヨタやっぱいいんだよな、運転支援とか。まあ、理由としてはやっぱ自動駐車ついてて、しかも巻き込みのパーキングサポートブレーキとかもついてくるわけですよ。これつけると。まあ、オプションだけどハイブリッドで勝つね。これがつけれるっていうのはいいですよね。これちなみに、ハリアーとかラブ4には設定ないんですよ。アドバンストパーク。だからその辺はライバルに比べて、じゃあライバルじゃない、同じメーカーの中でも上位車種に比べて優れてるポイント。もっと言うと UX もなかったんですよ、これ。つかなかったんですよ。つけれなかったんですよ。今回年次改良で、プロアクティブドライビングアシストとか採用された、フレキションメーターも採用されたけど、なぜか自動駐車とかアドバンストドライブ、まあアドバンストパーク、アドバンストドライブについてはつかなかった。チームメイトのオプションはなかったんですよ。だこの辺もカローラクロスが優れてるって。あと NX のガソリン車もあれつかないんで、アドバンストパーク。それもカロクロの方がいいって。まあただシフト操作はね、自分でやんなきゃいけないっていうネガはね、あのボクシーのハイブリッドと比べたら、ありますけど、まあ、このクラスでついてるっていうのはかなり評価の高いことで、PDA もついてるでしょ？これね、PDA がね、どんぐらい作動するのかあんま覚えてないんですよね。あれ、例のね、あの、レーンキープとか使えるのかだよね。常時レーンキープ。これがね、ちょっと、わかってないんで、あの、車種によってね、ほんと違うんです。だから、レクサス RX では常時操舵支援とかもあるけど、クラウンクロスオーバーにはないとかね。まあ、この辺とかは、やっぱ本当に、どうなんだろうって思う。アルベルもついてますもんね、ジョージソーダは。うん。まあ、この辺とかがね、ちょっと分かりにくいんでね、まああれですけど。で、あとカロクロのね、残念ポイントとしては ALH ないんですよ。これ、マツダって ALH の採用率結構高くて、CX3 とノートーラこの前比較した動画上げたんですけど、CX3 にもあったんですよ。そう、だからこの辺はね、素晴らしいですよね。マツダはその辺志高い。ALH の採用率はマツダと日産が一番進んでる気がする。うん。まあ、あと、スバルか。スバルも ALH つけれるから。この辺もホンダは遅れてますよ。ホンダが、あの、結構オートマチックハイビームの車が多くて、この前復活したオデッセイとかね、未だにオートマチックハイビームですから、500万超える車なのに、オートマチックハイビームなのどうなのよって。まあ、そもそもレーンキープが65キロ以上じゃないと作動しないっていうのも問題だけどね、500万しますから。じゃあ、ナビとかメーターも行こうか。カローラクロス。これもね、やっぱ CX30、まあ、タッチが非対応なんですよ。これ結構でかいのと、あとメーターがやっぱどうしても、
ってところはある。で、カロクラはね、ナビの表示がおポンチで、インターとかの予想通過時間が出ない。あれは解消されましたけど、ジャンクションの割り込み表示で到着予想時間を隠す、クソ仕様とか、オーディオの選択画面でショートカットが消えて、バツ印が、なんか、助手席側にあるみたいなね。バツ印も戻って、右側に来たけど、ショートカットが消えるのが問題でしょうよと。あと、地図と音楽の分割表示とか、地図の二分割表示。地図の二分割表示は前のトヨタでもできなかったけど、地図の分割表示ができないとか、これ、レクサスでもできなくなりました。あと、なんだっけ、不具合が多いとか、あとエネルギーフローがディアゴスティーニ方式で、この前ね、レクサスの OTA されましたよね。そう、それをね、これ、昨日ですよ、撮ってる前日なんですよ、これ。11日に撮ってるから、昨日ね、発表されて、山本慎也さんとか、ワンソクさんとか、CSK さんとかがみんななんかツイートしてて、トヨタのエネルギーフロー、理科の実験、レクサスだけ卒業っていうね、ありましたけど、OTA でね、そう。LBX 相当に引き上げる OTA がされましたよね。まあでもあれも全画面で表示しなくていいでしょうと。まあバッテリー残量が見えないからエネルギーフロー画面が必要なんですよね。そう。エネルギーフローで、要はエコランのね、目安になるからつけてるって人は多いと思う。だからエネルギーフローがディアゴスティーニ方式で、これがまだカローラだからいいとはいえ、これがアルファードベルファイアとか、レクサスとか、クラウンとか、あの辺もあれなんですよ。例のエネルギーフローで、これ、クラウンの不満とかって動画もね、クラウンスポーツ発売前日、発売前から不満多数とかの動画で、ナビのね、ディアゴスティーニ方式のエネルギーフローとかって言ってたと思うから、ぜひ見てほしいんですけど、もう毎回トヨタの車の話をするたびに、ディアゴスティーニエネルギーフローもいつになったらボンネットが追加されんだよみたいなんで、僕の予想では、去年ね、23年内に、ボンネット追加の OTA がされるだろうと思ったら、角度変更しかなかったと。で、イラスト変更とかね。だからあの辺はもうちょっと頑張ってほしい。ノートオーラとか日産のエネルギーフローはもうちょっと頑張ってますから。アウトランダーとかね。だからあの辺はだからレクサス以上になっちゃったと。いう。だから僕、アウトランダー、レクサス超えたみたいな動画あげましたけど、やっぱエネルギーフロー画面とかも、やっぱかっこよくなってますから、あれの方が。この辺はね、やっぱ、トヨタよろしくない。うん。ダメ。うん。で、CX30 のね、このタッチ非対応の話をしたときに、なんかカープレイとかもどっしり構えてできるからいいっていう人いましたよね。カローラスポーツはタッチパネルで操作しなきゃいけないからめんどくさいみたいな人いましたけど、違うんだよと。オッドキャスト使いにくいんだよと。まあ、この後快適ストーリーのとこでも話するから、ここはちょっと押さえときますけど、まあ、それを考えるとやっぱタッチ欲しいなって、海外仕様はカープレイでタッチできるようになってるから、まあ、どっちも選択肢を残してほしいということです。じゃあ快適ストーリー、これもカロクロ、これは CX30 か。CX30 残念ポイントとして、このオッドキャスト使いにくいっていうね。タッチできないから、オッドキャスト使いにくいわけですよ。要はリモコンでカタカタ操作をしなきゃいけない。まあ、そもそも繋がるだけ、繋がって動作して、アンドロイドが起動できるだけ、スバルに比べたらマシなわけですよ。スバルのね、縦画面のナビだと、オッドキャスト使えないんですよ、あれ。で、アウトバックで使えた人いて、ワンソクさんとかクロストレックでダメだったみたいな。で、この前ツイートしましたよね、ワンソクさんも。アウトバック、オッドキャストダメでした。で、僕調べたんですよ。アウトバックとかレボーグでオッドキャストと使えるっていう人がいるから、いたから、どうやって使える人いんの？ナビ側の個体差なのか、オッドキャストの個体差なのか分かんないけど、どうやって使えるんだろうって知って、ググったら、民からの、なんか出てきて、モバイルバッテリーから給電しないとスバルはね、ダメらしい。うん。あれ、民からのね、記事、僕ワンソクさんのところの返信にね、したんで、一応。まあ、ただめんどくさいですよねって、ワンソクさんとね、話題になりましたけど、あれ。そう、だからスバルに比べたら、刺して、起動できるだけマシなんですよ。で、ちなみに、オッドキャストで多分車壊れないんで大丈夫なんですけど、それは安心できるんですけど、使えないって言ってるのは、刺してもアンドロイドが起動できないっていうことを言ってて、まあ、これが他のメーカーだと、まあ、トヨタとか、マツダとか、日産に関しては、起動はできます。ただ、マツダタッチできないから、リモコンでカタカタ操作しなきゃいけないから、めんどくさいっていうのを言ってるだけで、この、オッドキャストとの相性って実はめちゃくちゃ重要で、要はもう、テレビキャンセラーとかの工事なしで、カーナビがアンドロイドタブレットになるわけです。アンドロイドになって、要はあれで YouTube とかが動いてる最中でもテレビキャンセラー使わずに使えるってやつですよ。で、僕テレビキャンセラーももったいないんで、つけない派になったわけですよ。昔だったらね、つけるって言ってたけど、もう今って、テレビ見ないし、そもそも売り買いが早い人が多いわけで、リセール言ってね、俺みたいな、リセール大好きみたいな人間が、
まあ言うたら、アルファード1年乗ってハリア乗り換えちゃったら、じゃアルファードを半年乗ってハリア乗り換えて、それまた半年でエルグランドに乗り換えるとかってやっていくと、これアナ社長の例ですけど、まあそれはあと結局プラド買って、プラドも結局なんか売ったとか言ってますけど、あの人。短期間で1年とか半年とかで車乗り換えるような人間からしたら、キャンセラー代がもったいないっていうか、それキャンセラーを次々買わなきゃいけないわけですよ。要は、ハリア半年で売ってアルファードに乗り換えちゃったら、半年でまたテレビキャンセラーも買い直さなきゃいけないわけよ。でも、だから結局リセール的には得したとしても、キャンセラーで損をするっていうことになるから、オッドキャストだったらハリアで使ってたやつそのままアルファードにブスって刺せばできるし、レンタカーとか友達の車、実家の車にもできるから、いいっていうのを言ってるんで、だから俺はオッドキャスト派になったと。だから私はオッドキャストって言ってるんですけど、そう、これがね、だからトヨタとかは、タッチパネル、日産とか三菱も使えるからいいけど、まあ、マツダはタッチパネルができないからちょっと使いにくいと。まあ、スバルとかステッパーゴンとか BMW とか新型 NBOX に比べたらマシではありますけどね。あの辺はね、オッドキャストの機種とかナビの個体差で使えない場合があるんで、P3 ならステップとかでも使えるから結構いいんだけど、まあ、その辺が僕はだからオッドキャスト使いにくいからマツコネタッチできないっていうのを言ってるんですよ。だから、カープレイはどっしり構えられるからいいかもしれんけど、オッドキャストが使いにくいってところで俺は不満としてあげてるんで、この辺はね、ぜひカープレイ中のタッチパネル操作、松田さん対応していただけると、これ海外仕様ではあるからって話ね。あと、カロクラコンセントある。まあ、これはハイブリッドだから、まあ、あって当然みたいな部分はある。まだ、坊主が付けれる CX30、ヘッドアップディスプレイ、これ重要。ヘッドアップついてるかついてないかって結構でかいじゃないですか。ヘッドアップディスプレイつけて高くなるならいらないとかいう人いましたけど、ヘッドアップディスプレイついてる車しか買わない教っていう宗教があるんですよ。ヘッドアップ教だったかな。だからヘッドアップディスプレイがあるかないかも重要なんですよ。僕はヘッドアップ教信仰してないけど、信仰してる人もいるからその人目線でやっぱヘッドアップついてる方がいいよねみたいな話をしてるだけなんで、そこはちょっとね、勘違いしないでいただきたい。まあ、ただカロクロにはドラレコミラーがあると。まあ、ただね、デジタルインナーミラーはどっちも設定ないんで、まあ、そういう意味ではデジタルインナーミラー一体型の、ドライブレコーダーつけれるカロクロの方がいいのかな、カロクロ30の方がいいかなって思います。じゃあ、納期ですよね。まあ、これは、まあ、カロクロは不明。まあ、そんな遅くはないと思う。で、CX30 1ヶ月とかできます。やばい。でも、ベストバイはカローラクロスかなと。理由はね、やっぱ PDA がついてるとか、メーターとか巻き込みのパーキングサポートブレーキとか、まあ、コンセントがあるとか、あと、オッドキャストとの相性を考えたら、まあ、スバルと違って CX30、まあ、さっきも言った通り動作する。Android は普通に起動できるけど、要はリモコン買わなきゃいけないとか、タッチパネル非対応でちょっと操作がめんどくさいみたいな、ややこしいみたいなところはあるんで、その辺を考えると、やっぱカローラクロスの方がいいかなって、オッドキャスト、ケーブル2本必要かもしんないけど、使いはするんで、T コネクトのナビだったら。うん、ヤリスクロスのね、みたいな、旧型のディスプレイオーディオだと裏設定で、なんかスマートデバイスリンクを Apple CarPlay に変えなきゃいけないのはあるけど、まあ、トヨラブさんとかがね、その辺を解説してたはずなんで見ていただければいい。ワンソクさんのね、動画でもあると思うんでね。まあ、その辺の設定すればいいから、まあ、結局トヨタは使えるわけで、うん、スバルのね、縦画面とかと比べて動作する点ではいいけど、ちょっと使いにくいと。ただ CX30 サイズとか ALH がついてる点は良かったと。まあ、最後やっぱこれですよね。松田は営業マンの接客が微妙かったと。松田のディーラー行った時にそもそも営業マンが出てこない。うん。対応がなっとらんって話ですよ。これホンダとかレクサスとかはもっとまともな接客すごい寄り添ってくれたんで、まあ、日産とかトヨタのディーラーさん今お世話になってるところで撮影禁止だったけど、営業さんの人はすごい良かったわけで。そう。別に僕はそこで悪さしたわけじゃないですからね。もう何回も言ってるけど、僕別にただただ撮影許可取ろうとしたら撮影禁止なだけで、ディーラーに行くことはできますから、LBX もね、見に行くって言ってますから、LM も来たから、LBX 来たらちょっと見に行こうかなって思ってますけど、レクサス店。で、その時にね、クラウンスポーツ行ったら、向かいの、ちょっとお隣のトヨタ行こうとは思ってますけど、まあ、ただあとね、アルベルが来てないっていうね、まあ、ベルが来てないっていうのも、あって今のちょっとトヨタには行けてないって感じなだけなんでね、うん。しばらくちょっとトヨタ行けてないのは、ちょっと試乗車もなんか変わり映えしなさそうだからって理由だけなんで、面白い試乗車入ってたらちょっと行こうかなって思ってますけど、その場で入ろうかなって思ってますけど、通りすがりに。まあ、その辺を考えると、ちょっと、やっぱ、マツダは押せないなって、営業マンは、まあ、スバルもね、ちょっとホンダとかに比べるとひどいとまでは言わんけど、よろしくはないけど、この前もレイバック見に行った時、ちょっとやっぱり、控えめな感があった。いろいろちょっと
日産とかその辺結構僕がお世話になってる営業さんとかはいろいろ説明してくれるんで、まあちょっとスバル、マツダ、まあ、トヨタの一部もそうだけど、ちょっと営業マンの接客は頑張っていただきたいということで、ご視聴ありがとうございました。